それでは、えっ、ー、と、音読ですね。ああ、これはね、これ逆にした方がいいかな。日本語をこっちにして、英語をこっちにしましょうか。ね。その方が、日本語先に読みますので、いいでしょう。はい。じゃあ、ここから読んでいきます。えっと、せーの。しかし、今日、ほとんどの批評家は、この背後にある理論を疑問視しています。 Today, most critics, however, question the logic behind this. 原子共産主義 primitive communism. それにもかかわらず、何で less。彼らはなぜそれが変罪するようになったのかと尋ねます。 They ask them why have they become ubiquitous? 階層、ハエラーキー。彼らは次のように結論づけた。これ、ハエラーキーかなちょっと待ってね。アクセント見ましょうか。えっと、これちょっと邪魔なので、とかして。 ここだっけいつ <laughs> <laughs> CH だこれだ <laughs> アクセント見ましょうね Hierarchy やっぱり前だった <laughs>、はい、じゃあもう一回やりますえっとねでも一回やりますねこれね Hierarchy これスペルム読みましょう H I E R A R C H Y CH だねこれね はいヒエヒエラ、ヒエラルキーって書くんだね。日本語でヒエラルキーって言うもんね。ヒエラルキーみたいな感じね。でも読むときにハイラッキーですね。彼らは次のように結論づけた。They concluded that これはそれを示しています。This indicates that 現代社会に導入されている in place In modern societies. そしてこれらの巨大な集落のいくつかはそれによって機能していました。And that some of these huge settlements functioned with that. 現代の非農業社会はこれほど大量の人口を養うことができません。Modern non agricultural アグリカルチャル。これも前かな。アグリカルチャル。アル,ュアルあ,あやっぱり後ろでいいんだね。アグリカルチャル。でも、ここ第二アクセントだから、なんとなくここのアクセントっぽく来るかもしれないけど。アグリカルチャル。という感じだね。 この発音の言い方はちょっとアグリカウチャルってなんか日本語的になっちゃってるんですけど、あの音程が上がったりしてるのが、えっと、日本語的なんだよね。英語はアグリカウチャルっていう感じで、音程全然関係ないから。えっとね、じゃあね、また戻ります。はい、すいませんね。ここでした。ここでした。どうでしたっけあ、もう一回行きましょうか。現代の非農業社会は、これほど大量の人口を養うことができません。 えとマラ・ナン・アグリカルチャー、アグリカルチャー・ササイティス・アーノッアプロト・サポート・サッチ・マッシュ・ポピュレーションズ。さっき指キタスってのあったっけそれのちょっとね、日本語の訳を、えっとね、あ、これ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 。えっと、これこれこれ。えっとね、変罪っていうのはこれ、人弁だと、偏って存在するってい意味ですけど、この、えっ、ー、と、 これ、なんて言うんだ、これ、信用これ、なんて言うんだっけこれの時には、えっと、あらゆるところに存在するていう意味なんです、これ。ですから、Ubiquitous。これ、スペルちょっと見てみましょうね。スペルじゃなくて、発音。UBIQUI。UBIQUI。OUS TOUS。えっと。Ubiquitous。

待今、ユビクイトスって読んでたやな、これね。ここに書いてあるのはユビクイトスですよね、これね。これもユビクイトス。ユビクイトス。ユビクイトスになってます。発音が。発音、記号はね。どっちにしようかな。もう一つちょっとこれ、えっと、もう一つ見てみるからね。もう一つ見てみましょう。えっと ああですね。多分こっちらが正しいと思います。ここがアクセントです。もう一回読みましょうか。これ言ったりはい。彼らはなぜそれが偏在するようになったのかと尋ねます。They ask them why have they became, become, why, why become ubiquitous? Ubiqu はい。Hierarchy。<laughs> えっと、そして、これ、これあったでしょう次、現代の日の業あ、古代文明から今度ね。古代文明。古代文明、どうなんだろう。まあいいや、ここら辺から読んでいきましょう。古代文明の起源についてのありふれた過程であり。古代文明の、あ、これかなコモンプライス。これだね。ありふれた。 じゃあ行きましょう。commonplace assumption about the origins of ancient civilization. これ civilization と読む人もいます。そっちの方が多いかな。私は civilization と言っちゃうんです。その方が長い、時間かかるのであの、間違いなく読めますよね。先住民の、先住民族の住民に基づいた証拠で一般的にそれを裏付けている。

indigenous って言ってるけど、indigenous って言ってるように聞こえるけど、これは O ですから、indigenous えっと、えでもい、e、でもうでもない、なんかこう、曖昧な音です、ここは。